ヤドトカンテナシバイドギョドトジドヤマルトムシメガネだ。皆さん、カバディ聞いたことありますよね。ありますね。結構名前を知らないっていう人はいないんじゃないかぐらい、うん、聞き馴染みがあるというか、うん、まあ、耳に残りやすいって言葉なんですけど、はい、なんかスポーツだっけというか、カバディカバディって言いまくるんでしょみたいな認識しかないと思うんですよ。やったことあるやつ見たことないね。そうなんですなんかそれぐらいのね、ものだと思っていたんですけど、ふと YouTube でね、たまたま目にしてみたところ、あら、こんな派手なんですかと、なんか思ったよりこうアグレッシブで、いつもネタでこう、なんかカバディカバディみたいなくだりが人生で多分みんな4回ぐらいあると思うんですけど、ありますね、中学校ちょうど4回あるちょうど4回なんですよねそういうものではなかったんじゃないかっていうね、認識をちょっと改めたわけですよ。はい、あの東海オンエアの悪い癖ですけど、うん、すぐやりたくなったらすぐ本物読んじゃうってねその癖で読んでしまいました。お、はい、それでは登場していただきましょう。お願いします。ということで、カバディ協会に所属している方々に来ていただきました。カバディ協会、よろしくお願いします。お願いします。まず、プレー何人っていうところからあるんですけどそうですね、あの1チーム7人正式には、はい、ただまあ、6人でも5人でも、うん、まあ、その場にいた人数で十分できますので、はい、じゃ僕ら6人組なんですけど、それでも大丈夫です、6人対6人で。教えてもらっていいですか。はい、もちろんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、コートまでなんですけど、はい、コートはこの白い線で囲われているところ でここが真ん中の線です。でここに挟んで、まあ、こっちのチームとこっちのチームで対戦する形になります、うん、はい、ドッジボールみたいな感じで、なるほど、はい、1人で攻撃を出し合って、まあ、で得点が多い方が最終的には勝ちと。あ、仲良しですね、仲良し。あそこだけできる。カバディは2人1組が相手を捕まえやすいで攻撃ショットしています。はい、攻撃するときに、まあ、カバディ1番の場所でカバディ、カバディ、カバディ見たことある、これだ、聞いながら声を聞きながら言わなきゃいけない。これ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 カバディ、カバディ、カバディを動きながら誰かに対処して自分の陣地まで逃げてこれれば、で、まあ、例えばこう、カバディ、カバディ、2人下がって、戻ったら2点、3人下がったら3点っていう、まあ、一発逆転もあるところです。ただ、まあ、守る人はまあ何もしないのかというと、カバディは守りでも点が入るスポーツなので、まあ、カバディ、カバディ、こうやって見ながら、下がったら、みんなでこう、捕まえちゃう。帰れなくなっちゃうのか。自分の陣地まで帰らんことがある。まあ、守りができる。これを交互に繰り返して点数の方が勝つ。あ、単純な一番簡単なルールはこういうところです。うん、なるほど。一回絞れるだけ。行ってみよう。どうですか？今ちょっと何もわからないかと思うんですけど、うん、まあそのままやってみましょう。はい、カバディ、カバディ、カバディ。いや、ネットじゃないの恥ずかしい。いないないの。カバディ、カバディ、カバディ。OK、OK、OK。囲われてたよ、タッチする前から全部多い。そういうことね。いや、むずそう。これは守りうまいわ。うまいわ。いいよ。はい、はい、はい。あー、出ちゃう。え、何だったの今。あれ、ここはこの人に触ろうとしたのに向こうから囲んできやがった。そういうゲームおかしいよな。何も情報入れんかったわ。何も情報入れんかった。一つルール、タッチとかして接触があったら、コートがここからここまで広がるんで、おぉ、それでこれを引っ張って、使って変われます。なるとこいい。そう、そんなに、ここまで来ちゃう。カバディ、カバディ、ウェイ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 、カバディ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 、出した方がいいんじゃないかなって。ほう。ゴリ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 タッチしなくても相手が捕まえに来たところを逃げてる。ああ、いいね。捕まったことになるんだよ。そ
今素晴らしい。なるほど。審判の目すごいっていうね。りょうくん足長いからこうやってやるだけで取れるよ。確かにガーって囲まれたらこうやってやるだけでこうやってやってます。はい、かわいい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 
それもできるんだ。入ってるわ。つま先。さよなら。違うよ。需要ある。違う違う。需要ある。需要が一番ない。戦略性もないけど需要が一番ない。きついな。チームの試合を始めます。行きます。10分1本。はい。はい。結構いいから。今日点数取ってるよ。ここで。5、4、3、2、1。ホシミツアウトはちょっとね、マジで、はい、うちでいいのか、そっちが Yeah!
点だ、すげえ。いや、1点プラス2点で3点だ。俺は2点だから1点も取れないんだよ。それはまた失敗だ。行き過ぎ、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 ボーナスラインプラス1点。うわぁ、2点。初めてのカバディやらせてもらったんですけども、はい、スコスコにされてしまいました。ありがとうございます。でもなんか意外とシンプルというか ね、小学校とかで、ね、休み時間にやってもおかしくないぐらいのルール性なのに、うん、
面白いですね。面白い。面白い。上手がいらないってすごいね。ね、平成のボールとか使ってるもんだと思ってたもん、ね。そう。何もなしでできるんだ。もうこの動画を見てね、やりたいと思った方は、日本カバディ協会さんとかで調べたら出てきます。はい、出てきます。ぜひ検索してもらってね、カバディのことを調べてもらえればと思います。僕たちのカバディボケもね、意味がこれで、何やってるか分かんなかったけど。とりあえずね、東海湾の中で、としみつをとりあえずカバディ長に見てんで重いな、荷が見てうまかったよ見てここから見て大きな荷点かすごいよいや、やばい、やばい、やばい LINE グループ作っちゃう東海オンエアのカバディ同じじゃん全部同じじゃん